急に思い立ったように資料室に行くと出て行きましたね。それが私がヒューズ中佐を見た最後でした。何者かと争ったのか？ええ、おそらく。室内から廊下へと血痕が残されていました。そういうことか。そんな。もう終わり？私に任せて。行くわよ。任せておけ。うりゃ。確実に。残念ね。そうだよな。まったく。コツがあるの。かわいい人ね。手加減はせんぞ。
うだ。見つけた。いただきます。可愛い人ね。遅い。こりゃ。私一人で十分だ。まったく。みんなで思いっきり楽しみましょう。私たちを甘く見てもらっては困るわ。まったく。くそ。くそはこっちのセリフだわ。デスクワーク派かと思ったら意外といい腕してるじゃないの、中佐。そして次に向かったのが中佐は怪我をしたまま電話をしようとして、そこで何か考えていたようです。結局どこへもかけずに出て行ってしまったんです。はあ。軍法会議所で何かに気づき、所内で通信できたものをわざわざ外に出て私に連絡を取ろうとした。東方司令部の電話交換士は軍がヤバいというヒューズの言葉を聞いている。なんだ、あいつは何を伝えようとした。軍が崩壊するような事態が進んでいるとでも。大佐、アームストロング少佐をお連れしました。千代佐を殺害したと思われる者たちの目星はついております。ならばなぜさっさと捕らえない。目星はついておりますが、どこの誰かもわからぬのです。どういうことだ、詳しく話せ。できません。
大佐である私が話せと言っているのだ。上官に逆らうというのか。話せません。わかった。呼び出してすまなかったな。もう行っていいぞ。は。そういえば我が輩言い忘れておりました。数日前までエルリック兄弟が滞在しておりましてな。彼らの探し物は見つかったのかね。いいえ、何しろその探し物は伝説級の代物ですので。そうか、ありがとう。これといった情報は得られませんでしたね。いや、まったく少佐はお人よしだ。ヒューズを殺害したと思われる者たちということは、相手は複数、ひょっとすると組織として動いている者たち。大佐である私の命令であろうというわけにはいかないということは、私以上の地位の者が少佐に口止めしているということ。軍上層部絡みと考えていいだろう。そしてエルリック兄弟の探し物、すなわち賢者の石だ。軍上層部に関わる組織と賢者の石とヒューズ中佐、一体どんなつながりが。さあな、私にもさっぱりだ。だがこのままで済むものか。もうじき私はセントラルに移動になる。あら、おめでとうございます。渡りに船とはこのことだ。上層部を探ってヒューズを殺した奴を必ずいぶり出してやる。公私混同とはあなたらしくないですね。こうもしもあるものか。大総統の地位をもらうのもヒューズの仇を討つのも全て私一個人の意志だ。上層部に食らいつくぞ。ついてくるか。何を今更。